星座のお話。1、大熊座。危機物語。大熊座。北斗七星。まず、北斗七星の見学です。皆さんもよく知っておいでの7つの星で、ほとんどいつの晩でも出ていますが、特に春の夜には北の空高く長々と横たわっているので、1年の間でも最も見頃なのです。北斗の斗は中国で水や酒などを測る秘釈のような器で、日本でもこれを秘釈星と言い、外国でも同じ見方をしています。左西の4つの星は秘釈のマスで、その右東に続く3つの星が少し曲がった絵です。もし本物の秘釈なら、今真下の北極星へ水をぶちまけているところです。けれど星座としては、ここは大熊座で、北斗七星を中心に大小133の星を含む素晴らしく大きな星座です。ではどう見たら熊になるのでしょうか。マスの4つの星が熊の背、笑顔、そして周りの星が首や足になっているので、熊は今逆さになっています。空を回って地平線に来ると、熊は初めて起き上がります。と言っても、熊の形を見つけるのは容易ではありません。すぐわかるのは、星図にある3本の足の先の2つずつ、3対の小さい星です。空をめぐる熊の親子。神話。ギリシャの月と狩りの女神アルテーミスは乙女の女神なので、狩りの友をしている人夫たちも皆乙女でした。その中にカリストーという美しい人夫がいて、いつの間にか大神ゼウスの愛を受けました。ある日、これに気づいた大神の妃ヘーラはひどく怒って呪いの言葉を浴びせました。カリストーは泣いて女神ヘーラの許しを乞いました。しかし女神が手を差し伸べると、カリストーの両腕にはみるみる粗い毛が生え、爪は獣のカギ爪に変わり、鼻のような唇も裂けて獣の両顎となり、泣き叫ぶ声も熊の吠え声になってしまいました。こうしてカリストーは猟犬たちに吠え立てられて、すごすごと森の奥深く逃げ込んでしまったのです。カリストーが産んだ子はアルカスといい、母と別れて15年経つと立派な漁師になりました。彼はある日、森の中で一匹の大熊に出会いました。それがカリストーで、懐かしそうに走り寄ってくるのを祖父とは知らないアルカスは、弓に矢をつがえてその胸を射ようとしました。それを神々が住んでいたオリンポス山から見下ろしていた大神ゼウスは、さすがに不憫に思って、つむじ風を吹き起こし、母と子を天へ巻き上げて、アルカスも子熊の姿に変え、共に星座として北の空に据えました。大神の妃ヘーラはひどく妬み深い女神でした。それで憎い憎いと思っていたカリストー親子が、大熊子熊の美しい星になって輝き出したのを見ると、我慢ができませんでした。女神は早速オリンポス山を下って、海の神オーケアノスのところへ行きました。そして他の星は皆一日に一度空をめぐって海に入って休むのに、熊の親子は絶えず北の空をめぐって休むことができない運命にさせてしまいました。これは大熊子熊が周極星で、古代ギリシャ時代には海に沈むことがなかったのを神話にしたものです。